さあこちらが新潟の予想フォーメーション4231を予想します。ゴールキーパー小島、ディフェンス右から藤原、マイケル、田上、堀米、ボランチにコート、島田、サイドハーフに松田と伊藤、トップ下に高木、ワントップが鈴木です。続いてアウェーファジアーノ岡山のスターティングメンバーです。4231こちらも予想します。ゴールキーパー堀田、ディフェンス右から川野、柳、ヨルディバイス、徳本、ボランチに元山と河合、サイドハーフ田中とハン・イゴン、トップ下佐野光大、ワントップミッチェル・デューク。新潟のその強みを生かそうとする姿勢、非常にこうガチ組み合った入りをしているなという印象がありますね。いや非常に面白くなりそうですね。さあここは遠目からシュートを放っていきました。22番の佐野光大、新潟が返したボールを回収できているのはやっぱり前から守備をしっかりしているので後ろも狙いやすいという状況は生まれてますよね、デュークに速いボール入れて、ここに田中が打っていく、これがゴールインだ。先手を取ったのがアウェーの岡山。前半13分、田中雄大今シーズンの4点目、岡山が先制です。このデューク、ここでしっかり収めましたよね。収めてバイタルがフリーになったところ止めて避けて止めてからが非常に早かったですね。止める前の一歩ボールによるというコントロールから相手が足を出してきた股の間を狙うという陣形を整えて、今ここですね、はい、バイスの股を抜いたところで、これは少しユニフォームを引っ張ったか。島田がゴールに向かうボールを蹴るんじゃないかなというエリアですけども、はい、直接狙ってきた。新潟同点に追いつきました。またもやフリーキックから決めたのが20番の島田。ここしかないっていうところを打ち抜きましたね。壁とマークの間、弾道が低かったのもあってスリップしてボールのスピードがさらに増したっていうところも、はい、うまく使えてたかなと思いますね。伊藤巻いて入れてくる、中央田上のところ、こぼれ球にこう相手に当たります。もう一度入れていってファーサイド、マイケル折り返す、松田のシュート、バイスよく守りました。ナイスディフェンスです。今もそうですね、このボランチの間がどうしても空いてきていますね、はい、少し距離が出てきましたね、うん、高木からここに伊藤、左足のシュート、これが右隅を捉えた。ホーム新潟勝ち越しました。いや梅山さん、今も思い切って左足振り抜きましたね。そうそう、ここであのボランチの間が空いてて、はい、しっかりくさび縦パスを入れて、で一旦相手を下げさせておいて、少しコントロールは後ろになってしまったんですけども、はい、その分こうボールを引きつけて強いボールを蹴ることにつながりましたね。河合がボランチの位置より一つ高くなっているかもしれないですね。そうですね、今ボールを触りました河合から、クロスボール、デュークの頭、岡山が後半開始早々同点に追いつきました。ミッチェル・デューク、13節のベルディ戦以来のゴール。これ早速あのシステム変更したメリットが出たんじゃないですかね、はい、これワイドを作って、はい、で中に2トップがいるので1人チアゴが釣っておいて、デュークは比較的こう堀米との競り合いをすることができたっていうところは、はい、鈴木です。中に3人の選手、岡山の選手もガッチリといますが、浮かせて流れたところ、松田、これはクロスバーの上、少しボール変化しましたが、44番の先輩から中に動き出す動きが佐野、アウトを使って徳本のクロス、合わせた、最後は右サイドバックの川野がここまで飛び込んできました。ここまで7アシストの川野、中央だ、
マイケル跳ね返してミドルシュート、バイスの元へボールが転がる、入れていって小島が前に出て触ったが川野がゆっくりと柔らかいボール頭で合わせた、押し込んだ、岡山3点目、ヨルディバイス貴重な貴重な3点目をセットプレーのこぼれから決めました。これもチームとして意図しているのかなと思います。対角のゴリラの角にこう、はい、ふわっとしたボールを入れていく、でその高さを生かしていくっていうのはチームとしての狙いの一つかなというふうには思います。中に放り込みたい、ここで試合終了の長いホイッスル、5位の岡山が首位の新潟を下しました。3対2、アウェー岡山の勝利です。